はい、レオンチャンネルです。今日ついに45作品目のスーパー戦隊、次のスーパー戦隊ですね。それが機械戦隊ゼンカイジャーという風に公式発表されて、それとともにビジュアルも解禁されましたが、弾けすぎでしょ！ゼンカイジャー弾けすぎでしょ！もうセンターにジャッカー電撃隊っていうかビッグワン的な赤レンジャーがいて、さらに大獣神がいて、マジキングがいて、大冒険がいて、ガオキングがいて、一体45作品目何が起こるんだみたいなビジュアルになっておりますが、このビジュアル自体は実は18日の劇場版01の最後の最後でパッと公開されて、あのね、劇場がね、ざわっとしたんですよ。え？赤レンジャーじゃね？みたいな。細かいことが分かんなかったんですが、あ、コレクションアイテムがある。メダルだ。ああ、メダルだ。あ、すげえ。いいじゃん。コレクションアイテムありきのやつなんだ。てか、そう思うともう、35作品目で超盛り上がった、ゴーカイジャーから10年か。早いな。機械戦隊ゼンカイジャーで、スーパー戦隊の V のマークも大きく映ってて、45の文字も派手めに目立ってますね。3月7日スタート午前9時半から、シリーズ45作記念作は全力全開。2021年のスーパー戦隊は超革新的、一人の人間、ん？一人の人間ヒーロープラス4人のロボ。そういうことか。これメンバーってこと？ロボ、この乗るロボじゃなくて、メンバーってこと？この、4人ロボプラス人間1人で5人メンバーってこと？あ、ちゃんとそういえば、そうだ、ピンク、ブルー、レッド、イエロー。てか、レッド、主人公レッドじゃないじゃん。主人公っていうか、センター。センターもう完全ビッグワンですよね。もうよくわかんないことになってる。超楽しそう。一人の人間ヒーローと4人のロボヒーロー、すべての世界を守る最強の5人が誕生。ついにその全貌が明らかに。3月7日にスタートするスーパー戦隊シリーズは、機械戦隊ゼンカイジャー、1975年に秘密戦隊ゴレンジャーからスタートしたスーパー戦隊シリーズの記念すべき45作目となるこの、機械戦隊ゼンカイジャーは一人の人間と4人のロボヒーローが主役というこれまでにない斬新さ。これとスーパー戦隊という世界観を合わせ持つ作品です。全力全開のヒーローが巨大な悪に立ち向かい、この世界を守るために戦う。そして待望の新たなスーパー戦隊シリーズ詳細を発表。スーパー戦隊さ、ここ最近正直売り上げ的にだいぶちょっと弱ってる感じなので、ここで一回盛り上がってほしいっすよね。面白いんだけどね、作品自体は。でもあれじゃん、人間プラス4人ロボだったら、ソーシャルディスタンス的な要素も大丈夫みたいな。機械戦隊ゼンカイジャーは、この世にたくさん存在する平行世界を全て消し去ってしまおうという敵に全力全開で立ち向かっていくヒーロー。おー。ゴーカイジャーはさ、基本的にはお宝探しの海賊たちがその工程で人助けもしちゃうみたいな、そういう形だったけど、今回はもう分かりやすくヒーローなんだ。とてつもなく巨大な魔の手が主人公が住む世界に忍び寄ってきた。その時、正義の心を持って立ち上がるのが一人のヒーロー、ゼンカイザーです。これがあれ？あのセンターの白いやつ。そして彼と共に戦う4人の仲間はなんと機械生命体、いわゆるロボットです。そう、本作は1人の人間ヒーローと4人のロボヒーローが主役というこれまでにはない斬新なスーパー戦隊なんです。まあでも、センターが人間でその他が着ぐるみっていうのは、キューレンジャーとかでもね、同じようなものがありましたから、意外とビジュアル的にはそんなに抵抗がないというか、むしろ、あ、いいじゃんって感じ。しかもこの5人のビジュアルは歴代スーパー戦隊がモチーフとなっているなど、ファンにはたまらない魅力がたっぷり詰まった作品となっています。最初にこの世界を悪から守るために立ち上がるゼンカイザーは、秘密戦隊ゴレンジャー、あ、そうだね。赤レンジャーをモチーフにしたヒーロー。これビッグワン要素入ってるでしょ、確実に。ジャッカー電撃隊の。そして彼と共に立ち向かうことになる4人のロボヒーローもベースとなる歴代スーパー戦隊が。ゼンカイジュランは、ジューレンジャーの大獣神。ゼンカイガオンはガオレンジャーのガオキング、ゼンカイマジーヌはマジレンジャーのマジキング、ゼンカイブルーは冒険ジャーの大冒険かをベースにしています。歴代スーパー戦隊からえりすぐりされた全力全開のロボパワーを集結したヒーローの誕生です。頭部がそのまんまなのかな、割と首から下は一応それっぽくはまとまっておりますが、元々のガオキングとか大獣神とか
その他のロボに比べてもオリジナル要素が入ってるって感じだもんね。こっからロボ合体するんでしょう。あとはこの全開レッドじゃなくて何だっけ、全カイザーがどういうロボになるか。注目ポイントはロボヒーローの巨大化。おー、味方が巨大化するんだ、敵じゃなくて。前編にわたってロボが活躍する意欲作。あー、ちょっとね、今回のキラメイジャーがロボが弱かったので、まあ、キラメイストーンに変身するっていうコンセプトはすごいんだけど、そっからやっぱりもう一段階踏み込んでほしかったんですよね。本作の見どころの一つとなるのは機械生命体であるロボヒーローの巨大化。なんとロボヒーローは人間サイズの敵に等身大で戦い、巨大な敵にはそのまま巨大化して巨大ロボとなって戦います。ヒーローがメカに乗ってた戦うというスーパー戦隊のお約束ごとをポジティブに裏切り、ロボヒーローがそのまま兄弟戦でも大活躍。最初から最後までロボが出ずっぱりというこれまでにない斬新なスーパー戦隊、どうぞご注目ください。じゃああれかな、全カイザーはロボ乗んないのかな。重要アイテム、ギアトリガーと戦隊ギアを使って、おちょっとこれはレジェンド系の力使いまくるやつじゃない、レジェンドロボの力を使いまくるとか。巨大な悪に立ち向かうスーパー戦隊といえば、気になるのは使用アイテム。全カイザーの超重要アイテムとなるのはギアトリンガーか。ギアトリンガー、地上戦において変身や攻撃、さらには巨大戦でも活躍する必須アイテム。またこのギアトリンガーと合わせて使用する戦隊ギア、スーパー戦隊の力を凝縮したアイテム。これらのアイテムが戦いでどんな効果を発揮するかは放送までのお楽しみ。正義に燃えて立ち上がった一人の人間ヒーローと、この世界を守るために戦う4人のロボヒーロー。全力全開で力を合わせて革新的なスーパー戦隊全開じゃ、早くもスタートが待ちきれません。待ちきれない、確かに。で、先駆けて、2月20日の映画でお披露目、おー。3月7日のテレビスタートに先駆けて、2月20日に機械戦隊全カイザーザムービーが、を公開。スーパー戦隊ムービーレンジャー2021と題し、マシン戦隊キラメイジャーザムービー、リュウソウジャーザムービーと豪華3本だって。おー、あー、これか。これあれじゃん、ちょっと前まで、ここの全カイザーの部分がシルエットで、片付き見ると、ちょっと仮面ライダーっぽいね、みたいな風に言われておりましたが、シルエットから姿を完全に表した状態だと、戦隊感半端ないね。そう思うと赤レンジャーとかって結構攻めたデザインなんだな。1月15日に制作発表。そこであれかな、ロボとかいろいろわかる感じかな。もうちょっと後だ、とりあえず。他にビジュアルが公開されてないかなと思ったら、公式サイトでこういうのがありました。こういう状態ね。なるほど。でもちょっとやっぱ旧レンジャーっぽさあるかな、人間ヒーロープラスロボヒーロー。まあでもあれ変身するとちゃんとみんな戦隊で統一感あったけど、今回はもうバラバラ。これ変身するわけじゃありませんもんね。へえ。持ってるアイテムどうなってる？あー、バックルにメダルはめるっぽいな。これメダルがはまってるっぽいな。パカッと開ける感じだ。多分下側にヒンジがあって。で、あ、待って、これさ、思いっきり数字書いてある。25かな。あ、あれか、ガオキングの何作品目とかそういうこと？大獣神だと、大獣神、ジューレンジャーって何作品目だったっけ？16作品目だって。なので、ここに16のマークがあるな、多分。で、あ、やっぱそうだよ。ロボの頭部部分に各戦隊の何作品目っていうのが表記されてる。これは、あ、でも前回じゃもよく見たら45って書いてあるか。あ、45って書いてあるな。ここでコレクションアイテムとか映ってないし、ロボ、こっからあとわかる、こっからあとわかるものって言えば、あ、でも変身アイテムとかも全然映ってない。バックルが変身アイテムになるのか。あと公式ツイッターのヘッダーが結構、細かい解像度の高いビジュアルになってて。あ、見て、コレクションアイテム。あ、すごい。コレクションアイテムのこのメダルに、あれだ、戦隊の、スーパー戦隊の刻印がされてる。前回じゃあ、ほら、45って書いてあって、ほら、わかるこれ。ほら、45って書いてあって、前回ザーが映ってて、で、マジレンは29で、これはマジキングが映ってるわけじゃなくて、今回のロボが映ってるのか。
で30って書いてあって大冒険で16って書いてあって大獣人、25って書いてあってガオキングか。なるほど、こうやってロボと数字が刻印されてるメダルを集めていくっていう、そういうスタイルなわけね。でもよく見るとメダルじゃなくって歯車っぽいから、これが戦隊ギアか。まあでも戦隊のビジュアルがかっこいいとかどうのこうのっていうか、やっぱゴーカイジャーと一緒で今回はお祭りだなってことで、とりあえずはまだもうティザー的なね、お披露目的なビジュアルしかわかりませんので、あとは1月15の制作発表の時にいろいろと細かい情報が出るはずですから、順次発表されていく詳細情報を楽しみにしましょう。てかブーツとかグローブとかに、ね、本当にこの V のスーパー戦隊の V のマークがいろいろあしらわれてるんだな、すごいな。とりあえずこれでおもちゃも出まくって、またスーパー戦隊グッと復活してほしいっすね。ではこのページリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、スーパー戦隊45作品目の機械戦隊ゼンカイジャーの情報解禁動画でした。